さんこんにちは。ですね、今私は風が強いな。今私は横浜の港に来ています。海です。向こうにはベイブリッジが走ってますね。走ってますねっていうかベイブリッジが見えます。ここは一体何なんだろう。古くからある施設みたいですね。ここもそうですね。これでちょっと見上げるとスイカのような形でした。名前と忘れしまいました。結構有名な、本当に私横浜人なんでしょう。これは何だろう。どんどんすごいですね。すごい立ってます。いつこんなになってしまったんだろう。あと本筋っていうか、なんでここにいるかっていうと、他実はですね、片平川の河口です。その片平川の源流まで辿っていこうという企画でございます。私としてはすごく壮大な企画だと思うんですけども、まずこれは片平川になっていくのかなというわけですね。ここは人工的に埋め立てられた地です。なのでもともとは海なんですけれども、埋め立てられたということで、ここは、片平川でいいでしょう。はい、ではそれでは早速いただきます。今横浜から歩いてきたんですけど、ここ歩く距離じゃなかったですね。すごく遠い、20分ぐらいかかっちゃいました。遠回りしないと本当に暑い、今早いんだろうけど、まだなんかね、空き地っていうか整備されてなくて空き地になってて、そこなんかビルかなんか建つんでしょうね。まっすぐ行けば早いんですけど、遠回りしなきゃいけないので、この橋、片平川最初の橋は何ていうのか探したんだけど見つかりませんでした。まあ、とりあえず向こうの方まで行きます。歩きしたら案内板を見つけました。先ほど行った場所はここですね。ここからずっと今の現在地はここで、こう歩いていきます。見てますか。というわけで、はい、片平川です。このビル、OK なんとかここを大きく迂回してましたけど、あそこにアンパンマンミュージアム、これも移転するって話は聞いてたんですけども、移転してきたのかな、まだかな、まあちょっと分かりませんけども、まあうちの子供たちもアンパンマンっていう年齢じゃないんで、もうまあ行くことはないでしょう。しかしあそこ横浜総合が見えますが、かつてはもう世界じゃない日本最大級の百貨店として84年かくらいにオープンしたんだ。84年ですね。オープンしたんですけども、いや小さく見えますね。その隣にあったスカイビルはもうちょっと小さかったんですけどね。まあやそうよ、ね、ほんと高い建物になってしまいました。この辺はまだ空き地だからなんかできるだろうね。見てくるでしょうか。はい、先ほどいた場所が見えてきました。いやしかしすごい、本当全然変わっちゃったな。すごいな。ここはかつては貨物のヤードとか倉庫だったと思うんですけども、そう、ここは分かんないな。ここは何だったの。この倉庫のすぐ反対側は貨物のヤードだ。橋系がいっぱい止まったんですけどね。止まったって停泊したんですけど、その橋系も全然ないよ、ないね。平日の昼ぐらいだから人はいないのかなと思ったら、サラリーマン、ここら辺はもうオフィス街なんですね。サラリーマンの休憩時間と重ねちゃって、ちょっと声のトーンが高くなったり低くなったりしますけれども、これあらかじめご了承ください。あれ、スズメ、あ、なんか慣れてるのかと思った。すぐ近くに来たからご飯に夢中になった。公園の案内図が見えてきましたよ。ここを歩いて、ここを渡ります。貨物船の上を渡って、川の方に、片平川の方に行きます。あれですね、あれが貨物船を渡る橋です。これ何公園、高島水着、水彩線公園。あ、イカリだ。これはモニュメント、小物、あ、本物だ。へえ。
か工事車両入ってくるところなんですね。あ、あれはかつてのゴーン社長が働いていた日産。ソニーもできてるんですね。あれ作ってんのか、まあ、できてないのか。ソニー本社ここに移すのかな、僕わかんないですけど、あれ日産の本社ですよね、きっとね。登っていきます。先ほどの、これが貨物船ですね。ここは甲州層なんかの車両も通ります。甲州層っていうのは横浜市の金沢区にある東急車両というですね、電車のメーカー、電車というか鉄道車両を作るメーカーがあって、そこから鉄道会社に運ぶときにここ通るんですよね。まあここ通るとか限らないです、通らない車両のこともあるんですけど、相鉄はここ通りますね。なんかちょっと来ないかな、来ないか。私もここ、鉄道に乗って通ったことがありますね。スズメいっぱいいるね、ここスズメ。あーいいね。でさっきも通ったんですけど、あえて景色を見ないで。あ、先日の大雨で水が溜まってますね。なんか来ないかななんて言ったら本当に来ました。何かな、貨物かな。甲州層だったら嬉しいなって。ダボっとか、あれ遅いね、重いんだこれ。タンクですね。結構勾配きつそうですね。地下から出てきました。続き行きましょう。あ、片平川のすぐそばがあるのでやってまいりました。まあ海水かな、ここは。汚いけど、まあこれが現実です。まあこの前は大雨があったから、なんかいろいろ流れてきたんだ。よいしょ、来たね。ゴミ捨てちゃダメですよ。ちゃんとゴミはゴミ箱に。これ日産じゃねえ、日産あっちだ。なんだ、わかんない。この辺の建物は本当いつの間にかできたって感じですね。何回も言っちゃうけど、これこんなのもなかったですからね、昔は。あ、やだな、このいたずら書き。せっかくの横浜のイメージは台無しですね。シーバスが出港。レイクウォーター、あそこかつてワイキャットじゃなかったっけ、違ったっけ。そう、本当に小さく見えますね。あ、やっぱここは日産ですね。こっちだ、こっち。練習館飾ってある。横浜の百貨店といえば、かつては高島屋でした。その高島屋の看板が見えてまいりました。あれは西口があります。こちらは東口ですね。こんなところは何だ。
当に私は横浜人なのかってぐらい最近の横浜を知りません。京急走ってる、これは1500型かなですね。あのカラーリングは今確かあれ1500型しかないですね。はい、古くからある川じゃない橋が見えてまいります。さっきまではなんか長い感じの橋だったんで、ね、おしゃれもね、今度はちょっと長い感じ。どこだ、モニュメントがあります。ウンリームーは、いや、ピタラメです。わかんない、富士通だ、富士通切って見て触ってだったっけ。橋の上にいるんだけど、向こうに行きたいんだけど、あ、京浜東北線だ、京浜線か、迷ってるな、どうやって行くんだろう。あれか、はい、先ほどの橋からちょっと南に入って、スポーツなスポーツカーブであっちに行ってます。何使ってるんだろう。横浜ゲートタワー、何なんだろう。ちゃんばっちゃんにね、お土産持ってくと、シューマイをお土産持ってって喜ばれたもんですが、実は私はあまりそんな好きじゃありませんでした。これは東大をどうしたのかな。万里橋ですね。なんかかっこいいな。で、今度は向こう側に行きたいんですけど、こっちが赤だった。待ちましょう。でも、横浜駅を出発してからもう45分ぐらい経ってるんですね。たかだか川沿いを歩いてるだけでなんでこんな時間かかるんだっていうようなことでございまして、あそこ上登れるんだ。じゃあ登っちゃおう。こっちの信号赤じゃないし、上に登ってまいりました。万里橋ですね。あ、かっこいい。なんか、少しでも人前で一人で喋るのはやっと慣れてきた感じではありますね。まあ、私の知り合いのスーツさんという方がいるんですけど、もうあの人すごいですよね。語彙も広いわ、頭もいいわ。いや、知り合いちょっとただ会えば挨拶する程度の中なんですけど、私のチャンネルは知りません、きっと。あ、かっこいい。なんか、あ、いいな、ここ。何か来るのかな。これは京急だよね。京急ですね。あ、来た来た。あれは一線型ですね。一線です。塗装じゃなくて自分ステッカーを持ってね、購入した。あ、ここにが E 何系 E231 233だっけ。ちょっと数字苦手なもんで、京浜東北線の車両ですね。あれは大宮方面に向かっていきます。とまあのんびりしてらんないか。行きましょう。あと万里橋、すごい4年
昭和4年というと1929年ですかね。古いんだね。これは何やってるのかな。カメラ止めちゃいましたけど、2100型ですね。最速特急ですかね。実に電車ですよね。ちゃんとオールクロスシート。あ、ここら辺は昔と変わらないですね。昔ってまだ1000型が走ってた時代と。それほど、あれ、この先行き止まり。嘘、ちょっとやったら行くの。とりあえず行くだけ行ってみましょうか。あったっけ。こっちから行こう。平野橋の方ですね、多分。この上からの撮影もうしないので、あ、白線型の静止画、白線型じゃない、白線系だ。小鉄は T です。どんどん。売り場がありまして、その靴が濡れてしまって商品にならないということで、まあ B 級品として大安売りをしたということがありました。じゃあここから正規のルート行きます。この上は
ジョイナスの駐車場への橋ですね。向こうがジョイナスね。相鉄のジョイナス。あ、さっきのあのあれなんだっけ。富士通のビルが見えますね。パンチラで見えないかな。パンチラっていうか下から。なんか水位がだいぶ低くなってるんですね。あの大きい船の長、つまり艦長ですかね。あの、はい、ここはね、あの橋家結構止まってったかなんかしたよね。おわい船が来たり、おわい船かどうか知りませんが、ちょっと濁ってはいるものの、昔はここはえらい臭い川でした。なんか作業しますね。そうそう、私は、数ヶ月間鼻は匂いがしなかったんですね。鼻の調子悪くて、それが昨日の夕方突然治りました。で、今ちゃんと鼻匂いするんですけど、ここ今臭くないですね。綺麗になったんだね。そしてまだ数歩しか歩いてませんが、進め、先ほど渡った平沼橋です。そこをくぐっていきま